皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。ただいま、ピッキングについていろいろベラベラとしゃべる動画のシリーズでございまして、この4本目の動画では、これから練習をする上で良いピッキングを身につけるにはどういったことに気をつければいいか、そんな話をさせていただこうかなと思います。よかったら参考にしてみてくださいませ。これから練習する上で良いピッキングを身につけるためには、どんなことに気をつけたら良いのか。これはまあ簡単に言うといろんな人の真似をするということです。自分の好きなギタリストとか、ちょっと影響を受けたギタリストとか、友達とかでもいいですし、まあ、動画サイトとかでこうパラパラっと調べて、ライブとかで検索すれば有名な人だったら絶対出てくるじゃないですか。まあ、そういった人のピッキングを同じところを何回も何回も見たりとかして研究するわけです。で、自分の前にも鏡を置いてその、ね、見比べたりとかして、この人はどんなピッキングをしているかなみたいな感じで見比べてみるわけです。もしくはその雑誌のインタビューとか調べてみて、どんなピックを使っているのかとかって調べてみてもいいと思いますし、自分の好きなギタリストとか尊敬するギタリストとかと同じ環境、同じやり方をしてみるということです。言ってみれば、本当にこのピッキングというのは千差万別といいますか、もう本当にもう人それぞれなんですよ。十人十色なんです。ピックの種類一つとっても、もしこのピックが正解だなんてものが、もし仮にあったとするならば、もう世界中のギタリストが同じピックを使っているはずじゃないですか。けれども、やっぱりいろんなギタリストを見比べてみても、違うピック絶対使ってますし、違う材質、違う厚さとか使ってますし、動きとかを見比べてみても、ピッキングの仕方そのものが全然違ったりとかすることもざらにあるわけです。もちろん僕のこのピッキングの方法に関しても、まあ、似てる人というのはいるかもしれないんですけれども、全く同じ人というのはなかなかいないと思います。そのくらいピッキングというのは個性が出るものですし、これが正解というのはなかなか言えないんですよ。なので、この今動画をご覧いただいている皆様の中でも、皆様にとっても、その自分なりのピッキング、自分に合うピッキングというのは必ずあるはずですし、そういったものを、まあ、このたくさんこう探していくわけなんです。で、いろんな人の真似をしたりとか、まあ、僕のこういう話とかを参考にしながら、いろいろ練習を繰り返していって、そのどん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 自分のピッキングみたいなのが完成していくわけなんですよね。で、その完成したピッキングというのは、その別に誰かと似ているわけでもないし、誰かと同じわけでもないですし、自分の中のこのいろいろエッセンスをこの紹介して、こう繰り返して繰り返して培ったものなわけでして、これが正解、これはダメだというのはなかなか言いにくいものなんですよ。まあ、一応動画の中でずっと僕は、この力を入れるなど、リラックスをしろと常に言ってますけれども、もしかしたら、人によってはもうガチガチに力を入れている方が合うという人ももしかしたらいるかもしれませんが、まあ、単純にその僕はちょっと個人的にそういうのはお勧めできかねるという話であって、まあ、それが正解というならば、まあ、それはそれで、そういう一つの個性、一つのピッキングだと思います。まあ、そんな感じで人それぞれいろんなやり方があるわけなので、いろんなものを経験してほしいということです。で、そのいろんな経験をして、いろんな人の真似をして、そのいろんなピックのこの真似をして、あの人がこれ使ってるのか、どれどれ買ってみようみたいな感じでやったりとかして、自分のピッキングを完成していくという感じでしょうか。で、まあ、ちょっと違った見方からもう一つだけお話しさせていただきますと、いろんな種類のピックを試してみるのもすごく面白いと思います。まあ、ピックなんていうのは1枚100円とかですし、まあ、安ければ1枚60円とか70円とかで売ったりとかするじゃないですか。なので、まあ、楽器屋さんに行って、まあ、いろんな材質のものだったりとか、いろんな形のものとか、いろんな厚さのものとか、まあ、いろいろこう試してみるわけです。で、こういろいろこうバーッと、ね、集めて、ちょっといろいろ片端から弾いてみて、その中で、これはないわっていうものもあるかと思います。これ微妙っていうのもあるかもしれないですし、でも、わっ、これめっちゃ使いやすいっていうのはあったりとかするじゃないですか。で、あるとき練習してたときに、うわ、なんかこのピッキングすごいしっくりくるなっていうものも出てくると思うんですよ。で、そのピッキング、そのピックの種類の中で、またこの厚みを変えてみたりとか、ちょっと材質を変えてみたりとかして、自分の好みのピックを見つけていくというのもまた一つの練習かなと思います。そんな感じです。とりあえず、まあ、先ほども僕は言いましたけれども、僕自身は普通の、すっげえ普通の、もうすげえ普通のセルローレス、セルロースじゃないや、ポリアセタールだ。ポリアセタールの1ミリのピックを使っております。すっげえ普通の、ティアドロップを使っております。いろいろ繰り返した結果、いろいろ経験した結果、これが一番バランスが良いということで、僕はそこに落ち着いているような感じでございます。まあ、ちっちゃいピックとかあるじゃないですか、ジャズ3シリーズとか。まあ、ああいうのも別に嫌いじゃないんですけども、そこまで早弾きみたいなのをするわけではないですし、もし僕がもうゴリゴリのメタラーで、もう早弾きしかしねえぜみたいな人だったら、もしかしたらそういうのを使っているかもしれないです。けど、自分で言うのもなんですけども、結構僕自身のスタイルってすげえ幅広いんで、早く弾くときもあれば、
すごいコードワークとかカッティングとかすることが多いわけなんですよ。その時にちょっとちっちゃいピックだとやっぱりやりづらいところがあったりとかして、やっぱりこのバランス考えるとこのティアドロップの形が一番かなっていう感じで、まあ、ここ10年ぐらいはもうずっと落ち着いているような感じです。まあ、もしかしたらあと5年ぐらいしたらなんか好みが変わってるかもしれないですけれども、まあ10年ぐらいこのままで来たからには、まあ、多分向こう、ね、もう20年、30年と多分あんま変わらないんじゃないかなとは思うんですけども、もしかしたら変わるかも、しれません。そんな感じです。では、4本の動画に分けてベラベラとしゃべりましたけれども、何か参考になりましたでしょうか。まあ、自分のピッキングを見つけるために、また日々練習をしていただければなと思います。はい、そんな感じです。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。